大政三天皇は、幕末の開江元年に、奇襲藩重臣で、国学者の伊達千尋が表した、歴史書である。著者の伊達千尋は、今日では、明治の外務大臣、武つ宗ねの実父として知られているが、元は、奇襲藩の重臣として、出世を遂げ財政再建に携わった人物で、その一方で、元織太平の門人の国学者でもあった。千尋は、 多忙な職務の傍らで、大生産天候を表したが、同書が完成した直後に、藩内の清掃で失脚し、以後長く遊兵状態に置かれた。そうしたこともあって、千尋は、旧藩時代には、その公表を控えていた。明治になると、新政府に、息子、宗光が登用された関係で、千尋も罪を許され、大阪を経て、東京に移住することになったが、 東京の道の区定で偶然この書が仁義館の福場、吉静の目に留まった。福場はこの書を高く評価し、渋る千尋を強引に説得して、明治6年に刊行されることになった。国学者らしく、千尋は大生産天候において、儒教などの外来文化を批判し、世襲によって代々引き継がれてきた日本の歴史を称賛している。だが、その内実は、字の勢いによって、 二度の大変化を遂げたとしている。最初の時代は、骨の代と呼ばれる古代の姿勢制度である。これは、血族と居住地と職務が一体化された時代とされ、対価の改新を機に廃れていくことになる。次の時代は、発色の生成定以後の食の代と呼ばれる中古の律令制度である。これは上主導に行われた変革であり、 感触によって職務が定められて、血族と居住地と職務が一体化が薄らいだ時代とされる。最後に、守護、自童設置以後、明の代と呼ばれる中世の封建制度である。これは、下主導に行われた変革であり、大名、商名が実力で土地を支配する時代とされる。これが、千尋の執筆当時の制度である、爆藩体制につながっていくことになる。 その主張に、字の勢いという歴史的必然を見出せるが、千尋は、国学者らしく、それを、真意と捉えて、近代的な歴史学が求める、字の勢いがどこに由来して、どこに向かっていくのかという問いかけには答えていない。だが、字の勢いという概念を持ち出したことで、明の代の大制度、ここにして盛大なりという締めくくりの文言とは、裏腹に、 歴史が一つに止まることはありえないという真実を読者に突きつけているのである。ありがとうございます。